山崎ワイナリーは、北海道三笠市立野にあるワイナリーである。1953年、三笠市で四代続く農家に生まれた山崎和幸は、落農学園大学短期大学部を卒業、現在地で主に米と麦を生産する農業に従事していた。和幸は45歳の1998年、農業の傍らぶどう栽培を始める。ぶどう栽培を始めたのは、 農産物の高付化価値化、農家の自立を意識した結果として、ワイナリー事業を目指すためであった。その4年後、2002年、家族だけによる有限会社、山崎ワイナリーを設立した。同時に同年、果実種の種類製造免許を取得した。山崎ワイナリーは、代表、山崎和幸、妻の美子、東京農業大学応用生物醸造科卒業の、長男、良一、 長女、あかり、次男、胎児の家族5人による家族経営である。2003年、自家栽培のブドウだけにこだわったワインを目指し販売を開始。地域の自然を大切にし、新しい農業文化を形にするべく、少量でも質の高いワイン作りを目指している。ブドウ畑には除草剤、化学肥料は使用せず、試験栽培も含め10品種程度を栽培し、 ドウ畑にクラシック音楽を流すなど、ドウへのストレスを軽減させる試みも行っている。また新しいスタイルの農業の実践として、若い世代にも農業に興味を持ってもらえるように、アウトドアウェアブランドのパタゴニアと業務提携も行っている。ありがとうございます。